一本差なんですけどね。そうなんですよね、その一本がね、大きいんですよね。わずかに差は一本です。はい、いやいや、試合前になって勝負したいです。言うつもりですけど、まあ、それを楽しみに来てるお客さんもいるでしょうし、堂々とやればいいんじゃないですか。ということで堂々と勝負。うん、そうですね。もう本当にアルカシ同士だったらつまんないですからね。ね、勝負っていうのは嬉しいですよね。松井は今日が本当の本当のラストチャンス、最終試合です。気合入ってますけどね。それだったら当たり前ですからね。取れたら超ラッキーです。さあ、スワローズの先発が石井一久、初回のジャイアンツ、ワンアウトから2番の河合、初球を、これが通算1000本安打達成。うん、やっぱり区切りのいいヒットはね、シーズン最後に出しておいた方がいいですからね。そうですね。さあ、そして松井、第一打席、ワンスリーです。カウント、フォアボール。しかしここは勝負してましたね。うん、まあ、全然逃げてるような感じなかったんで、その後期待できましたけどね。そうですね。さあ、気になるフォージーの方ですが、1回の裏、ジャイアンツの先発岡島、第一打席はおっとという当たり。ああ、もう僕はね、あ、入ったんじゃないかなと思いましたけどね。もう今日は風がすごく向かい風だったんですよね。そうですね。スワローズは2回、土橋ツーベース、池山フォアボールの後、7番のテータム三遊間、これでスワローズが先制します。さあ、松井の第二打席、初球振ってきます。いやね、もう体近いところはもうとにかく全部いってましたね。この後ずっとストレートで2エンド2からフォーク。いや、もうこの辺りは本当にシビアにバッテリーが攻めてましたね。そうでしたね。松井にホームランは出ません。石井和久は8回まで3安打ピッチング。松井の第3打席はセカンドゴロです。さあ、9回の表、今シーズン最終打席、初球。うん、危なかったんですけど、これで松井がこう怒りの一発が出るんじゃないかなという期待もしたんですけどね。そんな雰囲気もありました。ワンエンドワンからの3球目、ストレート。松井の最終打席は、まあ、タイトルはね、なかなか取れないですね。そうですね。1対0で2アウトランナーありません。フォージーはこのような挨拶、そして最後のバッターが清原でした。何か今年のジャイアンツを見てるようでね、最後寂しかったですね。石井和久は3安打完封で2年ぶりの2桁勝利。松井、去年に続いてまた今年もホームランキングに届きませんでした。いや、だからホージーと2人並んでホームランって仲良く2人で開ければいいやんかと思ってたから。First of all, I'd like to thank the Lord Jesus for the opportunity he's given me to play in Japan, and I thank the fans for supporting me.去年も強かったですがね、まあ、やりたくない企画ですね、これはね。やっぱり水野さんは何が一番の原因ということになるんでしょうか。やっぱり、まあ、あえて僕はピッチャー出身だったんで、きついですけど、やっぱり投手陣じゃないかなと思いますね。まあ、投手陣といっても、その具体的に何が、はい、まずはやっぱり、まあ、分かりやすく言えば斎藤ヒルマン、2人でやっぱり30勝ぐらいはね、大体計算してますから、はい、それがまあ斎藤投手の6勝止まりに終わったということは、やっぱり非常に苦しいですよね。それで前半戦ガルベスも調子悪かったんですよ。それで前半戦を支えるその中心になる先発ピッチャーがいなかったんですよ。それでなんていうんですか、中継ぎ陣がもう、普通に見れば中継ぎ陣がよく打たれたんですけども、実は先発のピッチャーがいないんで、中継ぎがやっぱり毎日毎日投げるようになりますよね。そうですね。はい、どうしてもあのオーバーワークというか、オーバーワークですよね。負担がかかりすぎますよね。そうなんですよ。それで若い選手経験ないっていうこともあったんですけど、それで試合寄せがいってしまったっていうことが、まず第一の原因じゃないかなと思うんですけどね。でもそんな中でも桑田投手は2桁勝利頑張ったじゃないですか、今シーズン。そう思うでしょう、うん、思います。実は桑田自身は復活してよかったんですけども、僕が思うのは桑田がいるってことで桑田が中心になりましたよね、はい、でも桑田っていうのは今年投球制限があったんですよ、はいはいはい、それで先発ピッチャーが少ない上に桑田は必ずリリーフ陣がいるということですよね。それでさらなる中継ぎ陣に負担がかかっていったという。なるほど。だから悪いように展開していったんですけどもね。桑田は実際よくやったんですけども、それがかえって良くない影響を
及ぼしてしまったんじゃないかなというふうに僕は思うんですね。リリーフ陣にはちょっと重いプレッシャーになったということですね、はい、やっぱり完投がね30から16に減ってるんですよ、はい、半分に、ね、減ってますね、そのあたりはやっぱ大きいですね。さて、打撃陣ですがね、はい、まあ、やっぱり一般的にやはり清原がもっと打ってくれればなという声があったんですが、このあたりどうでしょうね。そうですね、もう本当に世間の人はそこに尽きると思うんですけども、うん、やっぱりまあ、フォローを入れるとすればやっぱり期待が大きすぎたかなと、あ、まあ、それにしてもやっぱりチャンスに今年は前半戦特に打てなかったですから、三振が多かったですから、それで清原が打てないってことで松井に対しても影響が出てくるんですよ、はい、要するにヤクルトの場合は古田が後ろにいると、まあ、古田に打たれるのも嫌だから宝珠と勝負する、はい、そういうことが清原に対しては清原がチャンスで打てないってことがありますんで、松井と勝負を避けて清原と勝負をしてくるということになってしまうんですよね。まあ、ただ後半戦清原がまだ打ってきた、そうですね、かすかなそのやっぱりいい話ですよね。で来年清原がもう言い訳できないですよね。で開幕から清原が後半戦のように打ってくれれば来年は期待できるんじゃないかなと思いますね。まあ、シーズン前もですね、長嶋監督は清原は3割打たなくても試合を決めるね1本を打ってもらいたいんだということを長嶋監督言ってましたね。そうなんですよ、監督は2割7分7、8分でもいいからチャンスに強いバッターになってくれれば、うん、清原は十分だというふうに言ってたんですけどもね、まさに来シーズンは勝負の年ということになりますね。そうですね、清原はね、ということで、まあ、4位に終わった巨人なんですが、その中で水さん収穫もあったと思うんですが、そうですね、僕は若手やっぱりどうせも負けますから、はい、若手に最後はチャンスを与えますよね、はい、で切り替えるっていうことで、その結果は出てないですけど、まあ、入木三沢は最初からやってたんですけども、入木三沢っていうのが成績的にはまあ中継ぎであんまり良くなかったんですけども、はい、防御率なんかも良くなかったんですけども、すごく一軍のマウンドでいろんなピンチにも出ていって、はい、すごくキャリアを詰めたんじゃないかなというのがありますね。来年のその若い投手陣に大いに期待ということですね。そうですね、まあ、はい、超を含めて若いピッチャー陣に期待をしたいところですね。わかりました、はい、わかりました、はい、